石原裕次郎。人間は自分がどうなるかってことさえその時になってみるまでわからんもんです。大きい枝に小さく咲く花が好きだ。例えば桜、パッと咲いてパッと散る。武士のように爽やかで散りながら花びらが舞う姿はまさに花吹雪と呼ぶにふさわしい美しさがある。美しきものに微笑みを、寂しきものに優しさを、たくましきものにさらに力を、すべての友に思い出を、愛するものに永遠を、心の夢覚めることなく。